僕は卑怯な振る舞いは嫌いだ。正々堂々と勝ってみせる。さあ、会場の皆さん、お待たせいたしました。第1回ワールドドリームカップの開始だ。今大会は1対1のギアファイトで勝敗を決めていく。まずは1ラウンド制の予選ブロックを勝ち進み、各ブロックの勝者が決勝トーナメントに進出。全勝もしくは1敗で決勝へ進むことができるぞ。決勝トーナメントはギアファイトを3ラウンド戦い、最終的な勝者がこのトーナメントの優勝者となるのだ。さらに今回は特別ルールを用意している。勝者は敗者のクラッシュギアのパーツを自分のものにすることができるサバイバルマッチ。勝ち進むごとに強くなっていくクラッシュギア、そのギア同士が決勝で壮絶にぶつかることになる。今までにないギアファイトに場内はエキサイトすること間違いなし。海外からのファイターも多数参加しているこの大会。さあ、彼らを紹介するぞ。スクリーンに注目してくれ。予選 A ブロックに出場するファイターの紹介だ。ピンクリップスリーダー、男勝りのファイトもするぞ。山の木桃、アイキーテンタコルを持ってバーニングオクトパスから参戦のタコヤマ太郎、驚異の VT シャーシを持つガイキ、それを操るファイターはこの人、マンガンジタケシ。ギアマスターの称号を持つ少年、ファイターとしての腕もトップクラス、ジン・キョウスケ。中部エリアからの参戦だ、小池伸びる。スピードファイトを得意としている華麗なるファイター丸目クロード。以上の6名が総当たりで予選ブロックを勝ち進む激しいファイトが予想されるぞ。1回戦はこの2人の激突だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。おっと、今回の舞台はなんと氷のリングだ。グリップ力が弱くなる代わりにスピン力が増すぞ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。僕は逃げない、逃げたりはしない。女だからって甘く見ないでほしいね。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。暇はないよ。行け。
ウィナー丸めクラウド。きちんとギアを整備しているのか。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。次のファイトはこの二人の対戦だ。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。君のギア、いい音をさせているな。負けへんで。ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。いい勝負だった。
また戦おう。ルールにより勝者は敗者のパーツを手に入れることができるのだが、おっと、このテンタコルはレギュレーション違反をしているようだ。このパーツは使用できないぞ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。